森博之は、日本の財政学者、立命館大学政策科学部教授。専門は、地方財政論、地方自治論、公共政策論、大阪府生まれ。1990年、大阪市立大学卒業。1993年に、同系英学研究科後期博士課程中退後、高知大学人文学部助手、専任講師。 大阪教育大学教育学部専任講師、助教授、立命館大学政策科学部助教授等を経て教授。2008年に立命館大学で博士号取得。2009年、公共事業改革論で日本地方財政学会佐藤賞受賞。AB、森博之教員,教員紹介医学部紹介、政策科学部、立命館大学。 www.ritsumei.ac.jp2019 年2月3日閲覧。立命館大学政策科学部政策科学科、森博之。reserch-db.ritsumei.ac.jp2019 年2月3日閲覧。森博之教授の著作が日本地方財政学会から 学会賞を受賞。www.ritsumei.jp2019 年2月3日閲覧。再選択2020私の味方。特別区は、100倍あって、一理なし立命館大教授、森博幸さん大阪都構想住民投票。毎日新聞。2021年3月7日閲覧。ありがとうございます。